ウイチの一人胸。大好き。さあ始まりました、ウイチの一人船でございます。ボートレースガマゴーリにお邪魔しての G1 オールジャパン竹島特別、いよいよ優勝戦にチャレンジです。ご覧ください。この番組はパチロライターのウイチが全国24カ所のボートレース場で勝負しながら、その場の見どころや名物を楽しく紹介していく番組です。ボートレースガマゴーリ編第4弾、15勝目となるガマゴーリも今回で最終回です。ここで前回までの終始をおさらい。5レース7レースの的中で現在37,700円のプラスです。また一番人気が来てしまったので、それは僕にとっては仕方がないレースだったとしか言えないですね。切り替えての11レース、これまた1-2爆売れだと思うんですよ。なんたって愛知の星、まあ、常滑のスターなんですけどね、池田浩二選手が2号艇にいるということは、やっぱり原田池田で売れるわけですよね。 1-2 の次に売れそうなのどこだろうって見ると、もう間違いなく今度は角の森田選手で 1-4 だと思うんで、それこれはまずいね。3連続事故の可能性が僕にとってはですよ、あくまでもね。 1-2-4-1-4 にどうせそこだろう多分。で今度はその一番人気安いと分かってるとこ2点でがっつり入れられんのかっていう問題に変わってくるんですよね。これなんかでも本当入れてもいいかもな、 1-2-4-1-4 に。でもな、大見翔吾すごく調子いいんですよね。間違えてっていうか1-3とか、この池田森田に挟まれて3号艇の大見選手あんま人気しないと思うんで、逆にチャンスかな。1-2前と1-3前でなんとかなんねえかなっていうところなんですけど、おそらく1-2-4がまた危険なオッズになってくると思うんですよね。そのオッズをまざまざと見せつけられながら、僕はどこを買うのかゆっくりその時考えたいと思います。最近ボートバヤリでいろんなボートレースの番組やってますけど、たくさんある中でもキャメラマンの船券購入待ちってこの番組だけだと思う。買いました俺もう待ってる間に我慢できなくなって、俺ももう買ってきたんですが、実はというか、もう 1-2 がもう最も濃いわけですよ。でご覧のようなオッズになってるわけです。9レース10レースがもう事故と言ってもいい、一番人気が2連続で来るというね、僕のボートレースの特に一人船の記憶の中ではもう、ま、ありえないことが起こってるんで、それが3連続で来たらそれは大したもんだと、ガマゴーリすげえなって話になるんですけども、やっぱりそれはさすがにちょっと困るなというところで、こちらでございます。1-3と1-4を買いました。もうこれも完全にオッズの問題ですけれども、ただやはり地元のエース池田浩二ということで意地を見せるんじゃないかというところで、2-1も行きました。本戦の 1-2 をあえて外し 1-3-4 前、さらに地元のエース2号艇池田選手が頭の 2-1 前で勝負。果たして結果は。さあ5がはみ出た。魚谷がはじき
出された。まあ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 、12、12以外の1314の6とかもう絶好ですよ、絶好。さあ池田浩二の動きに注目です。あ、ユキヤ へこんでる、ユキヤの方が、さあどうだ、さあどうだ、さあどうだ、4が入ってる、おい、あ、一応なってる、よし、ならよし、5くんだよ、14体系だよ、これは完全に、5が先回って、4が行かせて、あ、先回っちゃうんだ、はい、OK、OK、よし、ナイス、さあ、そしてさらに池田浩二が3着からもう落ちると、146になっちゃうと、これ、いいんじゃないの、坪井ちゃん。それはねえわ、それはこの両選手も失格に敗れます。5号艇は東海、6号艇、3号艇、ああ、すごい選手が頑張りすぎたな。146でいいじゃない、もう原田幸也、小板俊介、さらには池田浩二であります。寒いだろう、もう一人乗せんのあれ、いやーちょっとでもレーサーというかプロの意地を見ましたよね。142,220円、見事的中。それではここでボートレース蒲郡のおすすめビュースポットをご紹介。さあ、一幕側にありますね、こちらが、ボートレース蒲郡の名物のスプラッシュゾーンという場所なんですけれども、まあすごい角度で水面近くからこうレーサーをね見ることができるということで、非常にスリリングにこうレースを味わえる場所になっております。で今ねちょっと昼間なんであれなんですけれども、ナイターになるとここまたすごい綺麗でね、雰囲気がガラッと変わりますんで、ぜひまたねナイター専門の場ですから、夜にも遊びに来てみるといいかなという場所でございます。おらきた、いいね。あら2コースかよ、これまたややこしい、絶対違う、白井選手はその山田くんがねビューッと来たのを見て、いやいや本番入れねえよっていうアピールで結果ああなってしまったということだと思う。さあいよいよ12レースの優勝戦なんですが、11レースがね、まさかの最初に予想した2点124142の142の方で決まっちゃいまして、1220円、12点張っての1220円、プラス200円で折り返したという感じになる。まあでも回収が11万の6000弱ございまして、投資も7万8000円ということで、3万円入れられる感じですね。3万円入れても十分プラスで買えれると。で、僕の読みではおそらく枠なりになると。でそうなるとまあ普通ではなかろうか。そうすると、2号艇の井口選手、イグリンですね、やっぱり俺2コースからのイグリンってそんなにいいイメージが湧かなくて、だから1、2はちょっと買わないな。あるとすると1、3、それから
今の山田浩二選手のやる気を見るとちょっと一六も買いたくはなるけども、やっぱりあの最後も1314でいくと思います。あるとしたら山田浩二の一発か。いやでもきついと思うな。そんなにスタート早いわけでもないし、うん、まあとにかく1314が僕の本戦になると思います。ちょっとが見るところもだいぶ何箇所かありました、途中でオッズを見ながら、が見るところを避けるのが面倒くさくなってしまいまして、最終的にここが本線ですここが本線って言うほど狭くないんだけど、131416全2000円ずつ、これが2万4000円ですね。で、イグリンが侵入でうまいこと誰かを入れて角を引っ張ったらあるなというイグリン頭の21で、もう一個は、ワンチャン山田浩二選手展開、自分が動いて作るかもということでの61、これが500円ですね。で合計でぴったり3万円になってます。最終レース、外れてもプラス収支で終わるように手広く3万円分を購入。2161が来るとハイパーボーナス。果たして結果は。これミラクルピット離れでイグリンがインを取るというケースも、まあ、ゼロではない。それか、山田浩二が突っ張ってくるのを入れさせてイグリンが角に構えるというのもなくはない。いずれにしても21はちょっと期待しちゃうな。さあどう？出た！よし！ナイス！出た！そう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 。特定の山田ではない、沸かせたのは井口だ。こういう現象が実は準優からあった。ハイパーピット離れよ。うわー、2時にならない。やめろよ、そこまではねえわ。盛り上がったけどな、26までは持ってねえわ。ああ26じゃないのか、もう236で決まったんだ。23はねえわ。でもハイパーピット離れからの想定だったら13だもんね、これね。3号艇の松井しげるが2番手、5号艇の山田浩二が3番手となって、侵入からやはりドラマがあった。第63代のチャンプは井口義則、今先頭優勝の五輪おめでとう。2着3番の松井、3着6番の山田。劇的な幕切れでございました。まあハイパーピット離れ49,800円。結果は2364,910円となり、残念ながら外れ。そしてボートレースガマゴーリの最終収支がこちら。8レース中3レース的中で結果7900円のプラスでした。イグリン本当におめでとうございます。いい夢を見させてもらいました。ピット離れから非常にワクワクする楽しい、オールジャパン竹島特別でございました。残念ながらちょっとね最終レース取れなかったですけれども、まあきっちりプラスはプラスということで、楽しい一日を過ごすことができました。ありがとうございました。
ここでボートレースガマゴーリよりプレゼントのお知らせです。ボートレースガマゴーリのオリジナルクオカードを抽選で20名様にプレゼント。 JLC のホームページからふるってご応募ください。現実がドラマを連れて、現実がドラマを連れて、 JLC